MM 音クレで毎日がカルナバル、初心者のアミーゴもアシスト機能で本当だ。マツケングッズ続々、今すぐ DMM オンクレイ。お願いします。服の方でご説明します。お願いします。お願いします。まあこれ今このステージが仮にそういうクレーンゲームの中というイメージですかね。お願いいたします。音ください。テスト毎日がカルナバル。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 毎日がカルナバル。毎日がカルナバル。で、毎日がカルナバル。で、毎日がカルナバル。毎日がカルナバル。DMM オンクレで毎日がカルナバル。DMM オンクレで毎日がカルナバル。DMM オンクレで毎日がカルナバル。早かった。はい、で、はい、一旦ちょっとしゃがみ想定。オンクレ。サンバ。簡単だ。ありがとう。あともう少し。やった。アシスト機能発動。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。先生、一度こちらでグラフィックの一つの説明を。はい。はい。そして笑顔ください。はい。うん。はいはい、めちゃめちゃいいです。あ、いいですね。はい。はいはい、どうでしょう。はい、ラスト。はいはい、ちょっと下向いちゃうパターン。はいはい、いいですね。うん。笑顔バージョンいただきます。ありがとうございます。はい。うん。いい感じ。で、ラスト笑顔バージョン。はいはーい。うん、はーい、いいですね。うん。いいですね。うん。いや、めちゃめちゃハートっすよ。はい、ラスト。うん。あ、いいですね。いいですね。ラスト、どうでしょう。うん、はい、はい、わー、はい、はい、ラスト、目と口開いちゃうやつ、はい、ラスト。ちょっとうるうるしちゃってる感じ。これちょっと真顔系ももらっていい。これいいね。じゃあ、めちゃめちゃいいです。いいですね。はい、真面目な表情も一回もらっていいですか。はい、うん、めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。了解です。どうもありがとうございました。じゃあもうちょっとここで行きます。はい、本日ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。出来上がり、ね、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとうございました。
あ、そうですね、まあ、あのどんな、内容って言いますか、あ、とてもあのなんか楽しみでしたけども、はい。あります、もちろん、まあ、あの いつも子供を連れてですけども、だいたいぬいぐるみですねいわゆる子供が取れなかったら私がやってこうゲットしたりっていう、私の方がうまいね早かったらね、もう2回ぐらいで取れますね、まあ、取れない時は10回ぐらいやっても取れないけどまあ最近でも本当にそういう場所があったらたまに行ったりっていうのはありますね。まあ、そのぬいぐるみがやっぱり目当てですかね。そうですね、かなり大きいものを取った覚えがありますね。ね、このぐらいのぬいぐるみですか。はい、まあ面白いですね、やっぱりでかいのはやっぱり取れるとやっぱりなんか気持ちがこうね、やったーって気持ちになって、いや初めて聞きました。今日はちょっと実際に試していただけるそうなので、あ、そうですか、はい、体験していただけますか。お、入りましたね。お、取れた取れた。あ、面白いね、すごいな、携帯でもできるとは。携帯でやった方がいろんなもん、あの普通 あのクレーンゲームにないものが取れるんですね。初めての人もみんなで、ね、やりやすいんじゃないですかね。そうですね、やっぱりあの他ではないグッズがあるといいですよね、その、オンクレならでは の、あの帽子とか、いや何だろう、自転車とか、抱き枕かでまあ、そういうなんか大きいものがいいかな。いや、すごいあの明るい雰囲気で、ね、結構あの楽しいものにできたと思いますね、はい。まあ、だからあのそのクレーンゲームがその携帯でできるっていうその面白さがね、やっぱ伝わればいいかなっていう、そうですね、あの歌ではね、そのいつも歌ってるんですけど、それ普通に喋るっていうのはなかったんで、カルナバル。まあその釣り上げられたり落とされたりっていうのがね、実際にはやってもないで自分でやるんで、その辺がちょっと苦労したかなって。そうね、まあ私はあのなんだろう、まあ自分なりにやったんですけど。あとはその技術の方がね、それをうまくこういろいろ調整してやってくれたんで、よりリアルに多分見えると思います。まあちょっと演技でやらせてもらいましてDMM オンクレ楽しいですよ、ぜひ試してください。